おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青緑ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ワンドの9の正位置が出ました。臨機応変に準備する。いかなる状況にでも応じられる状態です。しっかりと準備をし、警戒しているのでしょう。心身ともに、緊張感が張り詰めています。やるべきことはすべてやり尽くし、あとは結果を待つばかりの状況にあるか、成功を目前にしてそわそわした気持ちでいるかもしれません。あるいは、油断しているとライバルに足をすくわれそうで、気の抜けない思いでいるかも。安心しきれるような成果を得られていない状態かもしれないけれど、疑念や疑心で心をいっぱいにしてしまうと、受け取れるはずの幸運が半減してしまいます。あなた様は十分に努力をしてきているし、今だって少しでも現状を良くしようと心を砕いているはず。ワンドの9の正位置の意味は秘められた才能の開花、最善を尽くす、成功という名のゴール、クライマックス、達成感、健康面の回復、社会的な成功。2枚目めくっていきます。運命の輪の逆位置が出ました。運命のいたずらに翻弄される。ついてない状況を表します。堂々巡りでトローに終わったり、せっかくのチャンスを不意にしたり、まさかという展開に振り回され疲れることも、そういう時期なんだと静かに受け止め、それ以上傷が深くならないようにして。恐れていたことが現実化したり、思わしくない状況によって、アクシデントに巻き込まれる可能性を暗示します。期待していたことの当てが外れて落胆したり、他力本願的な姿勢が、裏目に出るかもしれません。不運を嘆く前に、それを招いてしまった原因の追求と、心的態度の改善が何よりも重要です。一方、困難な状況に苛まれていた人には、捨て去った希望を再び見出せるチャンスが訪れるでしょう。運命の輪の逆位置の意味は不測の事態によってタイミングを逃す。見込みや期待が外れる、アクシデント、落胆、困惑する状況、暗転する。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。